昭和以降最速で大関に昇進した大の里。地元が生んだスターの凱旋に市民らが盛大な拍手で出迎えました。こんなに能の駅が人だかりになるって6年間乗り住んでて初めてですし、本当に、はい、石川県出身の大の里。中学1年生の時に糸魚川市に相撲留学し、高校卒業までの6年間を過ごしました。彼中学時代からもう応援してましたから、その頃はまだ小さかったよね。少し高校1年の終わりか2年ぐらいになってからぐわっと大きくなってたよね。あの中村君の頃からのファンです。高校生の時からのファン、はい、かわいい。やっぱり大関になると違いますね。唯一無二の大関さんで頑張ってください。唯一無二、父親の思いを背負った口上には実は裏話がありました。それはマリンドリーム能で開かれたトークショーで明かされました。大の里、自分の優勝が土曜日に決まったということで、心にも余裕ができて、高校の前の顧問だった村山先生に相談して、ただその時は大関っていうのは決まってなかったですけど、工場を何にするかっていうのを土曜日の時点で考えて、一緒にこれを使ってくれと、いい言葉だからです。初土俵から7場所目という史上最速優勝を果たした5月場所。さらに9月場所でも優勝し、昭和以降最速となる初土俵から9場所で大関に昇進しました。その活躍はすでに唯一無二。強さの礎を築いた海洋高校相撲部の練習場を訪ねました。苦しかったら休みなさい、水分取りなさい、でもしっかりやりましょうということなんだよ。従来のあれほらなんか練習やったみたいになるけど、これただのしごきだっていう。海洋高校相撲部総監督東見哲也さん、2009年に指導者になると、これまでに大の里をはじめ5人の関取を輩出する名門校へと育て上げました。やはり中学高校と一貫した教育と、そこでやっぱり、かなり、強豪校に近づくことができたと思ってますね。高校生に力強く体をぶつけているのは中学生です。海洋高校の練習場では農中学校などの生徒も一緒に稽古に励んでいます。大の里も農中学校に通いながら海洋高校で練習を積みました。6年間の一貫指導が力強い力士の育成につながっています。さらに中1から高3まで、段階指導ですね。で特に中学生は成長の差とか学年の差は極めて顕著で、個々に合わせた段階指導が特に中学校は必要だと思いますね。みんな考え、取り組み、体力、メンタル全員違います。だからまずはしっかりとそこを見抜いてあげて、でその子に合った指導をしっかりやらなくてはいけないというふうには思ってますね。一
人一人に寄り添う指導は個性を見抜く指導者の目が問われるといいます。いかにその子に自分の時間を削ってもその子にどのくらい時間を費やせるかっていうところが実はもう勝負で、高校生と私は一緒に暮らしてるんで。よいしょ、いただきます。いただきます。遠見さんはかつて自身が経営していた旅館を使い、部員たちと共同生活を送っています。それが一人一人の個性を見抜くことにつながっています。大野里も6年間寮で生活しました。寮では体作りに欠かせない食事もトレーニングの一環です。体重プラス、スピードイコール相撲力っていうふうに、理屈つけて、基本的には、食事も稽古の一つということで。料理は遠見さんの妻で寮母の悦子さんが担当します。米の消費量はなんと1ヶ月に300キロほど。大量の食材は地域からの差し入れで賄われています。地域からの差し入れもプロの相撲部屋ぐらいに日々魚や野菜やお米が届いて、今本当に地域と密着して取り組んでいるっていうのがやっと実を結んできた感じがしますね。海洋高校で相撲に励む若い力士たちは地域の力で育てられています。大野里の凱旋を出迎えた地元の住民たちはただのファンではなく育ての親でもあるのです。今日ホテルが来て、リフレッシュすることができたんで、九州場所に向けて頑張りたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。大谷翔平もみんなが期待してホームランを打つよ、君もみんながここ一番勝ってほしい、優勝してほしいっていう期待に応えるスーパースターになってほしいなというふうに思います。